どうもこんにちは、クロネタです。今回もアームズメンメンでランクマッチ行ってみたいと思います。リボンガールで聞く場？珍しいね。だったらチャクラムよりはブーメランかな。アームズ使わないんかい。あ、え、あれ？これよかったか。よしよしよし。よし、危ねえ危ねえ。うまいな相手。よしよしよし。いけるか。よし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 。あ。あ、うまい。よし、移動先しっかり。よし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 。ふぅ。いやー、相手の特にオロチ出すタイミングが怖いな。このまま聞く場はなしかな。まあ、とりあえずこれが安定か。お、アムズダブルロスター。あ、いったー、マジか。リボンガールってなんかロースター使う人多い気がするよね。オッケー。よし。あ、オッケー。よし、いいよいいよいいよ。あ、ちょっと早かったかな、出すの。あ、今のはラッキー。オッケー、ワンツー。待って、あ、あれマジか。今のガード入らんか。くそー。オッケー、移動先しっかり。危ねえ。あぶねえ。すげえ緊張した。いやー、相手さんうまいな。対戦ありがとうございました。さあ、お次の相手はツインテーラーサンダバパラソルトリボ、ランク20。マジですか。どうしようかね。サンダバか。とりあえずこれか。アンズ、オッケー。うわ、マジか。ドア減った。ちょい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 。あ、マジか。なあ、今のガードできるでしょ。隙がでかいな。あぶね、うかつに入荷ができねえ。うまっ、うまい。ガードがうまいね。いやー、待って、そっから拾う。うまっ。そう、傘の操作力。あ、あ、待って、ちょあ、ドワー。いやー、強いなー。サンダバ食らいすぎなとこあるけども、
強いね。でもこれでチャクラマもっときついからこれしかない。ちょっと荒ぶってんね。アムズ。サンダバ出したところ突きで狙っていくしかないか。それしかねえな。よし、こうだな。あれ、当たんないな。当たんか。あ、うまい。うまいな今のは。あ、ワンツー狙いたかった。よし、あっ、あ、あ、オッケー。同時に食らったな。よし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 、警戒できればそっからのカウンターでなんとかなるか。超荒ぶってる。行きましょう。アムズ。よし、ワンツー。どこ行くの。なんでこれで負けるかね。あ、ちょっとマジか今の。待って、あ、あ、ちょ、あ、あ、はい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 。よし、待って、それ待って、危ねえ。くっく、どうだ。よっしゃ、ランク20に勝てたのはでかい。いや、相手強い。対戦、ありがとうございました。さあ、今回最後の間、ドクターコイル、フリーザートリボ、アイスエッジ、ランク20。また辛いんだけどな。とりあえずこれかな。あん、ちょちょい、やっぱメンメンは流化防がれるときついね。よし、こういう面だとね、やっぱね、弱いキャラだと思うんだ。うっ、危ね。この人も曲者をうまく打ち落としたりとかしてからの反撃でなんとかなりそうな気がしなくはないが、あっ、やめて、ごめん。
あ、ダメか。あ、ちょっと画面がガクンって、はい。この襟端、画面がガクンってなってやりづらい。いやー、ほんとコイラ逃げ性の高えな。まあ向こうからしたら逃げれば勝ちだもんな。うーん、きつい。ドクターコイルほんときついわ。さーてどうすっかね。ここでチャクラムだと打ち負けて隙ができる。ガンガン行くしかねえか。アムス、あ、うまい。なんか邪魔だなマジだ、うまい。マジか、うまい。今のタイミングがうまい。今のタイミングでバク転とかもありかもな。狭いんだよな真ん中、きついしよ。怖い。あぶね。よし。オッケー。よし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 。こっちも逃げるよ。ランク20の人と連戦は辛いな。いやでもここまで来たら勝ちたいね。トースターブーメラン帰んのかい。あん、あっちゃい。まず今のあれ、戻りが早いな。よし、流化させてくれ。今当たんない。ブーメラン当たった。この人かわすのうまいね。できましたよ。当たんねえよな、このトリはな。ダブルトリは地獄。ダメか、削れんか。なあ、負けたか。はい、というわけで今回はここまで。ぜひ高評価、チャンネル登録、アドバイスなどお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。勝ちたかった。